満点いいもの発見隊今泉さんです。こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。このコーナーでは全国のいいものの作り手とスタジオを結んで商品とそのストーリーをご紹介しています。今日お取り寄せしたのはこちらです。東北宮城県からくるみゆべし15個入り税込み2342円です。上質なもち米を使った生地にくるみもこれまた贅沢に使っているお菓子です。はい、ということで、じゃあ千川さんいいですか。はい、すごい、一つ結構大きいですね。結構食べ応えのある大きさ。いただきます。おいしい。これもちっとした中にくるみの食感が、ね、あ、おいしい。甘さが本当に優しい甘さですよね。いただきます。はい、ちょっとカリッとした食感もくるみで、あ、しっかりとした食感なんですけどもちっとした柔らかさがあって、甘さが素朴で、美味しいですね。そうなんですよ、この優しい素朴の甘さで、結構食べ応えがあるんだけれども、1個食べちゃうと、もう1個いっちゃうなっていう感じの、分かる、ね、いい甘さですよね。このくるみゆべしを作っているのは宮城県名取市の幹線堂です。1984年創業、くるみやごまなどのゆべしの他にずんだを使ったパイや餅、ロールケーキなどさまざまな和洋菓子を製造販売しています。今日は工藤哲也さんとリモートでつながっています。工藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ちなみに工藤さんは、青森県八戸市のご出身だそうで、はい、高校卒業まで八戸で、そうなんですね、暮らしていたそうですけれども、はい、で、ね、今日はその八戸のご実家にいるお母さんがこの放送を見ているんじゃないかということなんですよね。はい、元気な姿をそこで確認できるわけですね、お母さんは。何かこの機会にお母様に言いたいことなどあったら、はい、どうぞテレビを通じて。いえ、特にないんですけど恥ずかしいですよね。いや、でもなんかコロナでなかなか帰省できてないんですよね。はい、ね、元気だよぐらい言ってあげましょうよ。あ、そうですね、元気ですか。こっちは元気にしてます、はい、何のコーナーだかよく分からなくなってきましたけど、いや、ほっこりしますよ。はい、じゃあ千川さん、お願いします。はい、これ工藤さん、すごく美味しくて僕初めて食べたんですけれども、はい、ちょっと改めてどういう商品か教えてください。あ、はい、もち米にですね、砂糖、醤油、くるみ糖を加え蒸し上げた餅菓子です。もちっとした食感の中に香ばしいくるみと醤油の香りが広がる、素朴ながらもとても美味しいお菓子です。そうですね、言われてみて、はい、あ、そっか、醤油のちょっとした香りとしょっぱさかって、ちょっとだけなんですけどね、はい、甘じょっぱくてね、美味しいんですよね。工藤さん、私福島出身でくるみゆびし、すごく馴染みがあるんですけど、このサイズ感も食べちゃったけど驚いたもん、やっぱり使っている材料ですとか作り方にはこだわりがあるんですか。あ、はい、国産のもち米、地元東松島の醤油、カリフォルニアのくるみなど厳選した材料を使用しており、日々色つや風合いを確認しながら一つ一つ丁寧に仕上げています。はい、まあ、この柔らかさを年間通して維持するためにはやっぱりいろいろ見ながら作らなければいけないしということなんですよね。本当に一つ一つ丁寧に作っているお菓子なんです。おいしい。でもこのくるみゆべし、どうして誕生したんでしょうか。はい、もともとは弊社の社長なんですが、弊社の社長が子どもの頃は各家庭でそれぞれいろいろなお餅が作られていたそうで、そのお餅が子どもの頃の楽しみだったそうなんです。そういった思いを創業当時から昔懐かしい味わいを核に、素材にこだわり食感と風味を多くの方に味わっていただきたく、この商品ができました。このゆべしというお菓子は、東北だけではなくて、はい、西日本とか全国各地にあって、いろいろ形とか柚子を使ったりとか、はい、味も全然違うんですけれども、はい、宮城県で ゆべしというと今はこのゆべしというぐらいもう、ね、地元では有名なものになりましたね。はい、では最後に商品作りに対する思いを教えてください。はい、弊社では昔ながらの味を守るだけではなく、時代の変化に合わせ新しい商品の開発に取り組んでいくこと、そしてお客様に喜んでもらえるお菓子作りを目標に日々頑張っています。
はい、工藤さん、今日はありがとうございました。あと八戸でご覧になっている実家のお母様もどうぞ、ね、どうぞお元気で、はい、息子さん元気に働いていらっしゃいますので、はい、工藤さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。美味しかったです。はい、今日ご紹介したくるみゆべし15個入りは Amazon 日本ストアで購入できます。 ATV ホームページ満点いいもの発見隊のページから簡単に商品ページにアクセスできます。またこのコーナーでは毎月5名様に Amazon ギフトカード1万円分をプレゼントします。詳しくは ATV ホームページ満点いいもの発見隊をご覧ください。これまでに紹介した商品の情報も掲載しています。これからもいいものをどんどん紹介していきます。お楽しみに。今泉さん、ありがとうございました。ありがとうございました。